こんばんは、速稼塾の子です。メッセージ丁寧にありがとうございます。非常にね、心がこもっていたというか、受け取るものが多かったメールでございました。で、今ね、あらゆる方が非常に厳しい状況に追い込まれていると思います。で、その中でですね、突破口は必ずありますんで、その見出した方から順番に、危機から脱出するなり、それから新しい希望を見出してそちらに進むなりしてると思うんですよね。で、考えてみれば、状況が有利な時って人生にあんまりないんですよね。いつも不利な状況の中からどのように、そこから脱出していくかってことだけだと思うんですよ。そう考えると今もその試練の一つなのかなと思いますし、最悪の時こそ最善を尽くすっていう意味ではね、こんな時でもできることがあるんじゃないかなと思うんですよ。確かに貸したお金が返ってこないってことはね、非常に当てが外れて厳しいことだと思いますけども、ただね、こういうふうに貸した金が返ってこないっていうのは、考えてみればよくあることというかね、返ってこないことを想定しながら動いていかないといないのかなっていうふうに思うこともあるかなというところですね。はい、非常に曖昧な言い方になりましたけども、特にね、なんかこう攻めようとしてるわけじゃないんで、それは誤解しないでくださいね。全てを受け入れていく、そしてその上で第一歩を踏み出していくってことなのかなと私は考えてるんでね、ちょっとお気持ちを話させていただいただけなんですけども、ただ今ね、お金になる仕事とか、人手が不足して困ってる仕事って、まあ物流なんですよ。特に食品の物流ですよね。トラックのドライバーとか、普通免許4トンとかでできるやつとかはね、今大募集してますんで、これはね、50代からでも全然新人でスタートできますから、普通免許ですしね、そういった道を選ぶのも一つかなと思いますし、あとはスーパーマーケットとか小売店っていうのは今人手が全然足りないんで、そういうところでね、喜ばれながら仕事をするっていうのもあるかなと思うんですよ。まあいろいろとね、感染リスクのことを考えると、どの業種も今感染リスクありますんで、それこそステイホームって言葉がありますけども、やっぱり今ね、ステイホームができる人なんて本当にね、特権階級の人だけなんで、無責任なこと言わないでほしいなっていうふうに私も思うんですけども、現実的にはね、社会を回していく方のおかげで、そのいわゆる特権階級の人も生きていけるんで、その辺もね、おもんぱかっていただきたいなと思うばかりですけども、権力を持つ人にはこういったね、我々の気持ちが分からないというところもありますし、そうなると悔しいんで、私がね、いつかその権力者のところに行って庶民の声を届けていきたいなと、やっぱ思っちゃいますよね。まあいろいろと話しましたけども、今晩はね、この遅くなりましたよね、メッセージをどうしても送りたいなと思ったんで、メールをこのね、動画に変えさせていきましたけども、いつでもまたご連絡ください。いつも相談に乗らせていただきます。それでは失礼します。